やりましょう、じゃあ。はい、まあ、ふわっとした、言葉とか議論に、まあ、ちょっと一つ回を作ろうっていう趣旨、まずね。いろいろなこのふわっとした議論ある中でも、まあ一つよくある、今まで言われてきたやつで言うと、スマブラやってるやってないっていうキャラ。あ、このキャラスマブラやってないとか。一体スマブラをやってるっていうのは、俺らが思うスマブラって何なんだって話と、じゃあ俺らが思うスマブラやってるキャラっていうのはドイツなんだっていうのを考える。もうね、エゴイストの極みみたいな表現というかね、はい、やってるとか言う、そう勝手な、勝手すぎる言葉。そう、結局ね、スマブラにいるキャラなわけですから、はい、全員スマブラやってるわけなんですよって話なんだけど、あえてそこを言語化しようと。それについての議論も見たことないですね、あんまり。そうなんだよ、誰も深掘りしないから、まあ、なんとなくダックハントやってないとかさありますね。そう、うん、あれは本当に怪しいけど僕もやってない、やってないって言われたらやってないかもしれない。ちょっといいよ、ダックハントそれは出ないな。まず基準から考えようっていう、スマブラをやってるっていうのはじゃあ何なんだっていう、うん、キャラをその議論する前にね。あ、ちょっといいですか、じゃあ、はいはい、僕の中である持論として、はいはい、コンボじゃない、やっぱりコンボは大事だけれども、コンボが大部分を占めるファイターはあまりよろしくないという点で、火力の稼ぎ方が、まあ、着地狩りに依存してるキャラ。おー、が確定火力ではなく、はい、ヤンリンのそのウィービーからの火力とかじゃなく具体的だな、はい、展開一回技浮かせて、はい、確定じゃない読み合いの中で駆け引きをするみたいな。そうです、そうです。空中での自由度がすごい高いゲームで、格闘ゲームに対するアンチテーゼというか、そういうテーマで作られたものなんで、着地狩りという要素、うんうん、兼そのコンボに依存しないという点では、まあ序盤 0% で当てた時のコンボが高いキャラは 10% 以降のコンボは安くなるべき、うん、パルテナが結構顕著なんですからね。 どのパーセントでもコンボがつながるキャラは全体的に安くあるべき、うん、みたいなね。そういうパーセントごとでしっかりとそのキャラの特徴が出やすいのは、スマブラしてるキャラの特徴かなっていう、個人的には1個思ったんだけど、思いついたんだけど、もうスマブラのコンセプトの根幹をなすところで、はい、ダメージをたくさん与えたら吹っ飛ばせるみたいな、だからテーパー撃墜みたいなのあるとちょっと違うかなっていうのは。違いますね。テボックスもラカントもね、スネークもね、これ言えちゃうからね。あくまでも、でも体重、体力差っていう概念は絶対大事にしなきゃいけないんで、うん、そこをこう覆さないような、例えばピチュー対クッパで60%で倒されるのは、うん、それはもうそうしてる。そりゃそう、まあ、ただ50%で普通のキャラが倒されてしまう、まあ最近ホット出すですとドキコングのリフコンホットだなとか、確かに確かにちょっとまあ確かにしてないようにはなるのかなと。そうだね。あとこのイニシャルKM の方とかね。イニシャルKM はちょっとやっぱ怪しい。いや、そう、でも、うん、でこうやって今消してるわけだ。ドンキーとかカズヤは、うん、スマブラやったいって言ってるんだけど、うん、ただこうやって基準を説明することで納得しやすく、そうですね、なってくればいいなっていう、うん、一般論ですから、あくまで前提としてみんなスマブラしてる。あ、そうね、その上でそう、ね、みんなの言ってるスマブラしてるって何だろうって大事。あ、そう話ですから、ですから俺らが批判してるわけじゃないっていうのは言っときたいね。でもカズヤがやってるのは鉄拳ですけどね、スマブラっていうか。こ鉄拳やってんだ。いや、鉄拳やったことないですけど。お前、それはやばいって。ネットブレイクが一気に。今までお前、そんなに、すべての言葉をお前、書こうかと思って。地に落ちたの。急に。やったことないですけど、なんか、こいつだけ違うゲームやってんなと思いますけどね。鉄拳やってんな、こいつって。僕も、一個要素いいですか、はい、スマブラやってるやってないっていうところで、うん、そのスマブラ的な要素をどれだけ含んでるかどうかが結構大事だと思ってて、その復帰阻止、崖狩り、差し込み差し返し、まあ、いっぱいあるじゃないですか。で、そう考えていった時に、例えばカズヤはもう差し返しほぼほぼないし、まあ、復帰阻止も大してやることない、はいはいはい、やってることのバリエーションの少なさ、うん、みたいなところでそのスマブラのうまさが出づらい、うん、っていうところでスマブラをやってないって捉えやすいのかなみたいなことは僕は日頃ね、ふわっと考えてます。ああ、いや、いい意見だと思います。まんべんなくスマブラの攻防のいろんなところをそのかいつまんだようなキャラがやっぱりそう理想的というか、スマブラやってるの想定的に見るとね。僕はもうこれはずっと思ってるんですけど、はい、対応する側というかそのキャラ使われてる側が、うん、読み合いする状況にないファイターは、まあ、基本スマブラしてないなとは思いますね。その前、要するになんか防御側が
どうやってももうこれはコンボが確定しまうみたいな、まあ技当てたらとりあえずストック削れちゃうみたいな、そういう系統のファイターは割となんかそのちゃんとしたゲームとして機能してないスマブラではないのかなという、はい、スマブラではないちょっとスマブラはみんな知ってますからねやばいこの動画はね、そのいろんな86キャラ全ての使い手がさ、いろんな思いを背負ってこう見に行ってるから、いやちょっと怖いですね、ちょっと怖い、ちょっと出せそうだったら言ってください、ちょっと危ないから怖い、やっぱスマッシュ当ててるキャラはいいなって思いますね。あスマッシュ当ててるキャラいいなって思う、いいなって思う、スマブラだなって思う、まあでもなんかそれで言ったら強攻撃とか空中攻撃で火星でスマッシュで撃墜をするみたいな、なんかスマブラしてるかも、うん、いろんな技を使い分けてるってことですね。そう、うん、なるほどね、大きく今ち枝立ってそうだな違うんだあ俺としては、まあ、僕はその育った環境といいますかあるだろう、あると思うんですけど、どれだけ低リスクで読み合いを減らせるかというか、やっぱそれが大事だなと感じるので、強攻撃信者、まあでも低リスクで撃墜まで行けちゃったらさ、はい、それはなかなか他なんか攻防が生まれにくいというかさ、立ち回り強すぎ男みたいな感じになっちゃう、それはなっちゃうまあでもそれもスマブラだと、そうです、なるほど、その、まあ、結局近い条件であればそこはまあ問題なくスマブラしてるということも、むしろそれこそが他のやつがスマブラしてないだけで、うん、そのちゃんとそれが低リスクで撃墜できる技を持ってるキャラのみがスマブラをしてるという、よく分かんなくなっちゃいました俺のせいかもしれないスターを迎えてくれカメラ回ってる時にスターを迎えてくれ、まあ、スマブラは駆け引きなもんですから、はいもんですからが面白かった、ですから相応にリスクを背負いながらリターンを求めていくっていうところも結構必要なのかなっていうまあでもなんかあ、まあ、むずいね、そのリスクリターンの概念をどこまで突き詰めるかだけど、一か八かみたいなのは俺も好きじゃないんだ、はい、なんかリトルマックはまあその最終に結論としてもうスマブラやってなさそうじゃないですか、雰囲気的に、まあもちろん嬉しそうだね墨が強いで、なんでリトルマックがスマブラをやってないと思えるかっていうと、やっぱ一か八かっていうところがあると思ってて、負けることを恐れていないというか、何回負けてもいいからどっかでこうね拾えればいいというか、うん、っていうのがなんか俺はスマブラやってないっていう思う理由の軸になるかなと思ってて、じゃあ逆に言うと結構立ち回りキャラとの定義が曖昧じゃん、うん、だからちょっとそういう言葉一旦使わないようにすると、うんうん、強い人が再現性高く勝ちを目指せるキャラっていうのが一個あるかな俺の中では。防御が脆すぎるキャラってあんま良くないですね。そうだね、そうだね、俺はそう思うかな。マックなんてもう持ってのほかってことですか。持ってのほかだよ、これそうだよ最初から持ってのほかスネークなんか持ってのほかだよ。スネーク集団でボコ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 、よくわかんない状況いつもなんだから、一回やったって再現性低いんだから、スタイスのぐちゃぐちゃしてガノンの空中シャーとかをどんどんやってられて死んじゃって、でうんって翔吾さん首かけて勝手に代表にせえよまあそうかもね、確かに話をまとめると、読み合いをちゃんとしていって、でも低いパーセント低い時はちゃんとコンボを、うん、高い時はコンボにならないような状況ちゃんとできていて、うん、崖展開、基礎展開、着地狩り展開もちゃんとまとも、まんべんなくいろいろあってっていうのと、うん、まあ、あと俺が最初に言ったやつだと、高いパーセントで相手を吹っ飛ばすみたいな、そのパーセントの体力っていう概念がしっかり、うん、その、うん、あるキャラ、クイングフリップなんてね、まあ、そうありえないですか。ありえないね。あれはありえないよ。まだ2年ぐらい見てねえな、クイングフリップ。ありえなかった。ありえなかっただから。2年ぐらい見てねえよ。考えるかじゃあ、キャラを。やってる方考えよう。やってる方。さすがに。やってるなんてもいっぱいいんだから。各3キャラぐらいです、考えようかっていう。ああ、OK です。OK です。OK です。あと議論挟んじゃうけどさ。飛び道具キャラっていうのはそれはそれで結構対戦ゲームだと思うんだけどなと思ってる俺は。あ、もちろん、うん、僕はこの3キャラの中にキャラは入れてます。そうだよね、大事です。大事だよ、うん、
むずいな、なんかそのあるキャラがスマブラやってないかっていうところで、こいつはやってんだけど、こいつと対戦するこいつをやらせてもらえないんだよこれをどう捉えるみたいな。あ相手の想定も大事でありますよね。そう、僕は OK です。いや結構少ないと思うけどな、これ。いや少ない少ないよね、これ少ない。やってるの、うん、コテコテなんですけど、はい、まあ、1キャラ、まず1キャラ目、1キャラ目武器なんでいいっすか。あ、まあ、入ってますよ。入ってますか。ほら、レイさんは入ってないっす、ね、外れようとした男だ。外れようとしてるな逆張ってる、ね。まあ、マルスでもいいかなと思ったんですけど、まあ、別にどっちもいいやって言って、うんうん、一旦武器なんですね。何でもできます、彼女は。置き技でリーチを振り回してもいいし、うん、優秀なガーキャンもあるし、で、まあ、復帰阻止も着地狩りも強くて、うん、で復帰も着地も弱いんですよ。そこが結構ポイント高くて、まあ、はい、有利状況では強く、不利状況では弱い、もうちゃんとしている、うん、そこが僕の推しポイントです。結構剣士キャラってさ、はい、なんかスマブラやってそうな雰囲気するけど、うん、ロイ・クロムとかさ、アイクとかやっぱ癖があるじゃん、なんか、うん、どっかで破壊してやろうっていうかさ、そういうとこあるじゃん、はい、ルキナはまあシールドブレイクが若干怪しいけど、それ以外は結構真面目なことやってんなとやっぱり思うかな。性能がやっぱそれいつらに比べるとかなり丸くていいっすよね、うん、いろんな展開で、その崖着地とかね、差し合いもあり、うん、パーセント貯めて、でしかも展開の中で確定火力とかそんなない中でもジャンプ読んだりとか、うん、ね、ちょっと自分の感性とかをうまく加えて空へ空へ繋いだりとか、うん、なんかその辺は結構出てるよ、ね、なんか出やすいっすね、それぞれよりは、うん、はい、はい、ルキナです、はい、ありがとうございます、うん、助かります、うん今日のところはこれ、ルキナです。浅い浅い最後だけ浅いよ、もっと頑張る。2キャラ目や、なんちゃんの。ああ、このまま行くとどんどん行こう。ウルフっすね。ああ、やばい、なんちゃんと重複してるわ俺。あ、一緒っすか。まあ、結構じゃあ像が近いかもしれないですね。僕もウルフは入ってます。ああ、やっぱりジュンバルとウルフとか入ってきちゃう。うん、もうだってウルフはやっぱり弾がもちろんありますよと、で飛ばせた後に落とす技がちゃんと強くて、そこら辺結構明確にやりやすい、はいはい、そう、飛ばせてそれ落とすよみたいなのがやりやすいキャラっていうのが僕の中で結構でかくって、うん、撃墜とかになってくると基本的にスマッシュとか、あとは当てづらい空中後ろとかしかなくなってくるんですよね。でそういう当てづらい空中後ろをじゃあどうやって当てるかとか、うん、そういうところが分かりやすく、まあ、いいキャラなのかなという。僕はもう割とちゃんとスマブラしてるなっていう要素の中にちゃんと弱点分かりやすくあるなっていうキャラが入ってて、ウルフは復帰がまあ弱いよりだのと、あとダッシュが遅いですよね、こいつ。地上のダッシュ遅い代わりに空中の軌道強いんですよ。そこら辺の差がしっかり分かれているのと、撃墜もなんちゃんがさっき言ってたけどちゃんと考えないと倒せなすぎる。 200% までたりとか結構ザラじゃないですか、どんな人が使ってもしっかりバランスよく配合されているなって思いますね、このキャラは。そうです、フォックスも悪くないんだけど、俺の中で使って立場ですと結構速さでごまかせちゃう感じがちょっとあるから、うん、そこへん結構ウルフの方が若干硬派かなというか、いや、うん、そんな感じで思う。でそう思います。スピードキャラ出しづらいですよね、うん、今回のちょっとそうテーマと。なんちゃんがやる3キャラ目は、あと1体は僕はジョーカーにしました。いや俺が一番嫌いなパターンだし、違うんだね、じゃあある程度ぶっ壊してあげればね、まあ、毎回見直したら一人からある程度ぶったくてんだから、ね、ゲームプランを明確にこう考えて、うん、アルセーヌをうまく機能させる、で攻めも待ちもできるんで、まあ、そういうところで、まあ、幅広く何でもできるキャラなのかなと。またアルセーヌのぶっ壊しは多少ありますね、うん、テトラカン最強。そう、それはちょっとやっぱネックかな。ネックだ、みんな。ジョーカーは誰も入ってない、入ってない、入ってない。正直も最初の2キャラでも満足してて、あと1キャラどうしようかなぐらい。なるほど、ね、でもなんかすごい一番模範解答っぽくてよかった気がする。ルキナ模範解答ばかりしたジョーカー。あーそう、ルキナウルフジョーカーって、はいはい、結構代名詞じゃないですか。そう、ね、一般論のスマブラしてるの代名詞って、うん、ルキナウルフジョーカーになる、落ち着きがちだから、それを全部出してくれるっていうのは。ね、動画としてね。いやもうありがとうございます。しかもその人が先頭バッターなんで。ラストでこれ寒い寒い。かぶってた俺がもうじゃあ結構。あ一個残り。あと1キロか。3キロ、俺はルキナ、ウルフで、
重いキャラもやっぱコンセプト的にやっぱあっていいなと思って、僕はクッパ選びました。おー、先生、一緒です。おー、一緒です。一緒です。だからクッパ、まあ結構癖強いけどね、ブレスとかさ。そう、ブレスはちょっとやってるけど、やってるけど正直やってないキャラ全然いないから、まあ、しょうがない。これはね、前作からの比較がやっぱ僕でかくて、こんなバランスにちゃんとなるのかっていうの感動したもあるんですよ、最初。まあ、壊しキャラでもあり、一応そう、やっぱ重力って壊しキャラにはなっちゃうんだけど、なんかちゃんと重さ生かしてどっかで強い技をバチンと当てるみたいなものもスマブラかなと思いまして、って感じかな。崖とか着地とかは結構やってること、まあブレス以外は割と真面目だし、きついところはちゃんときついしっていうので、体もでかいしね。体でかくて体重も重いんですけど、ちゃんと防御面弱いんですよね。そう、クッパ、そこがいいんですよね。やりながら立ち回りでは結構ガーキャンウィビーっていうのが、うんうん、まあまあ強力な技もあって、そう、重力キャラでここまでバランスよくできるのがなんか素晴らしいなっていうので、結構そうクッパを選びました。かなり惜しいです、重力の中ではね、はい、そう、重力の中で一番素晴らしいのはクッパというか、はい、クッパそもそもハイスタンダードキャラという認識、はい、ただ重いだけのハイスタンダードキャラ、うん、という認識だったんで全然違和感ない。ありがとうございます。ここ満場一致でございます。満場一致です。これはもう素晴らしい。そうですか。忖度は。ちょっとありますけど。実際は怒ってるでしょ。クッパはそうだよね。じゃあまあライさん行こうか。僕入れたのはポケモントレーナーですね。なるほど。攻めたね。だいぶ。やってることは、まあ、下見のポケモンチェンジは結構性質としてのこと違いすぎるんですけど、キャラのコンセプト自体がゼニガメで稼いで、うん、シギソウで崖付近キトシとか、うん、しっかりとコンボで撃墜狙えるなら狙って、まあ、それでもダメなら最後ダメ押しでリザードンで撃墜を狙うと、うん、なるほど。リザードンが最初だったらこれ成り立たないんですよ。ちゃんとゼニガメとかシギソウちゃんと使わなきゃいけなくて、シギソウはまあどっちもバランスよくはできるけど突出はしすぎてない、うん、でリザードンは撃墜に特化してるみたいなのが、まあ、ちゃんとしてるなって思うんですよね、今作は特に。ある意味いろんなキャラのスマブラやってる要素とかを全部こんまい、ね、うん、全部乗せみたいな感じではある。全部乗せでいろんなものが求められるからこそスマブラをやっている、そう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 、やっている上に、なるほど。ここ結構僕感動ポイントなんですけど、3キャラ全員が同じ弱点持ってるんですよ。着地が弱い、うん、そう、光はまあ着地強いじゃないですか。光で着地をする、ホムラじゃなくてみたいな、そういう使い方できるけど、ポケモントレーナーはどれ出しても着地弱いんで、そこに付け入れ隙がちゃんとあるのいいポイントだなって思うんですよね。のでポケトレはだいぶスマブラしてるよりなのかなと思います。僕はファミコン使いとかでも怒ってるよ。ゼロから70秒狙われて最後不思議そうで、いやもう仕方ない仕方ない仕方ない、それは完全に仕方ない。まあまあまあキャラ相性が変わる。他にやっぱ怒ってる人いる。向こう側がね、どうなってるかわからない。最後かな。長谷さんは被りがないっすか。ないっす。すげえ。素晴らしい、ね。怖いなそれ。すごい。怖くなってきた、さすがに。当然そのなんか逆張りとか受けを狙ってとかじゃなくて、これ真面目に。ああ、でもそれは普通にさすがにちゃんとやりました。うん、1キャラ目、パスする1キャラ目どうぞ。1キャラ目はまずオーソドックスなパターンとして、キャプテンファルコン。ああ、よぎったよぎった。地上の差し合いはもちろん、空中の機動力生かした差し合いが全部あの基本的なもので、まあコンボも 0% 入りやすくて、5% はあの、入りづらくなる、うんうん、で撃墜技を狙うのは主にね空中城とかになっていくと思うんですけど、有利な展開を作って撃墜するっていうのがある反面、やっぱスマブラってその有利な展開をずっと押し付けるような格ゲーとは違って、しっかりと逆転要素が必要、特にやっぱメテオなんかっていうのは、うん、もうスマブラの醍醐味と言っても過言ではない。あ、メテオはそうだね、そうだわ、メテオスマブラだわ、膝とかワンチャンもちゃんと持ってる、っていう意味ではやっぱキャプテンファルコンは結構すごいスマブラをしているというか、弱点もしっかりしてる、まあ、キーめっちゃ怪しいですけど着地がやっぱしっかり弱いっていう、そうなのよ、暴れる技がちゃんとないっていうのは評価高めで割といいかなという感じですかね。ちょっとまあ 5、60% ぐらいだけ若干不穏じゃないかな。不穏おもろにジャンプしてさ、これしかしねえのに、ジャンプ上の1ジャンプだけをこすってるファルコンがそこにはいることはありますよね。あれってなるけど、まあ、そんなこと言い出したら気にないですよ、うん、まあ、ゴム性が崖の2フレにね、空下が当たっても恨みこなしですから、まあそうです、で、まあ、2キャラ目が、まあ、これが一番ちょっと炎上として怖いなと思ってたんですけど、まあちょっと言わせてもらうとサムス。
いやだから俺さっきそう思ったあのさっき俺が言ったさ、うん、あのこいつはスマブラやってんだけど、うん、こいつがやらせてもらえないみたいな、いやそうそう、これサムスで見て思ったんだよ。俺でもサムスって言ったパズルすごい評価する。あ、だってサムスはね、俺も悩んでた正直、うん、いや悩んだ俺も、そう、それいや悩んだ俺だいぶ悩んだこいつは。なんかすごいしっかりしてるね。サムスはやっぱ全キャラに対して平等な読み合いを仕掛けることができると思います、うん、まあ反射とか絡むとちょっとあれかもしれないですけど、原則どんなキャラにも読み合い、同じ読み合い、チャージショットを打つのか投げするのか DA するのか飛び落とすのかっていう、この格闘ゲームの基本的な、ね、読み合いを遂行しているキャラだと思うし、対戦してるとタムスに読みを通された時、ジャンプ読まれるにしてもガード掴まれるにしても、やってらんねークソみたいな押し付けだなって感じるけど、対戦相手は使ってる側としては多分これはこう読み合いになっててすごいシンプルなことをやってると思うから、結構いい読み合いしてるなって思うし、振り状況と有利状況がはっきりしてるのもまた結構いいというか、そう、まあ、これまた復帰怪しいですけど、復帰を見てその着地狩りはやっぱちゃんと辛い、仮に崖は上がりも辛い、でも崖狩りと着地狩りは強いっていうのは、まあ結構このゲームの読み合い回しつつっていうね、サブスも評価してます。素晴らしいです、ありがとうございます。これルグレとちょっと悩んだんだよね。ルグレもサムスもやってることは似てるなというか、弾で飛ばせて落とすじゃん、あ、それはすごいしっかり分かりやすくなってるのはルグレサムスなのかなっていう印象、ね、で最後はルキナと回ってたんですけど、まあ、やっぱ外せない剣士キャラ枠でクラウド、あーいいじゃん、ありがとうございます、こんないけるなんて思う。クラウドはやっぱさっき一番最初に言った通り、あの着地狩りが主なダメージソースなんで、そのコンボに依存しすぎてないっていうのは、2人でゲームしてる感が増して、まあ、いわゆるスマブラしてるになるのかなっていうので、やっぱ着地狩りと、まあ、リミットだけちょっと怪しいんですけど、まあやってることはチャージショットとそんな変わんないから、一旦外して、個人的にはその、まあ、復帰とか弱いけど弱すぎない、あと投げが弱いっていうんですかね、ガードの崩し方とかも、はい、投げが強い剣士キャラ、まあ、ロイ・クロムとか特にそうですけど、結構押し付け一方的な話になっちゃうやつなのが、クラウドは投げがあんま強くない代わりに空母の押し付けが強くて、剣士キャラのリーチを生かした崩し方、まあ、セフィロスにもありますけど、そういうのが結構大事になるのは好みというか、技術力が求められるっていう意味ではスマブラしてると言えるのかなっていう。なるほどね。まあ、投げが弱いっていうのが、そのちゃんと剣を使って差し合いを頑張ろうっていうコンセプトにつながってるみたいな話を結構納得感がありました。まあ出揃った、はい、なんかいい感じだったね。なんと納得してきたな。出たキャラ言うと、ウルフ、ルキナ、クッパ、ポケトレ、キャプテンファルコン、サムス、クラウドか、あとジョーカー。ジョーカー。みんなの話聞いたらジョーカーきついっす。まあ個人的なこの政治的な観念で言うと、ジョーカーとかシークみたいなのを排除するためにちょっとやったってあるから、はい、ちょっとこう対立はする。まあまあでも大丈夫、そういう意見もありますから、ね。はい、まあ、ここに序列はまあ別につけず、大体俺らが思うのはこんな感じ。振り返ってみるとあれだね、俺らが本当は初心者におすすめしたかったキャラが結構出てる気がする。こいつでスマブラ上手くなってねみたいな、ウルフとか、まあ、クラウドとか、なんか読み合いしてる感ちゃんとありますねこいつら、うん、こんぐらいじゃない、もう漏れないんじゃない、パルテナ出ないんだなと思いましたけど、あ、確かにパルテナ結構がよかった、パルテナか、空母の無敵とか超強いし、俺はそう、空母がだいぶちょっとなんかやりすぎかな、だいぶそうね、あれは違うなとは思うけど、月光が僕は使ってる側で見てもちょっと外れちな気しますね。結構低リスクな技多いなっていう印象はある、うん、こいつは使い方次第ですからね、それもプレイヤーの、はい、プレイヤーの僕たちが頑張ってスマブラ勝つぞー。それの動画のノリで締めようとした、それやられるとそれですか、違う違う違う、勝ったことないでしょ、これで終わんなきゃいけないから、そういうことで、お疲れ様でした、ありがとうございました。